おはようございます。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は四万十の方にちょっと観光半分、いろんなお願い事に半分という感じで、ちょっと一日を楽しく過ごしていきたいと思います。今日は雲一つない晴天です。ちょっと外に出ればあったかいです。目的は四万十の方に行きたいと思っています。四万十といっても結構広いんですが、一昔前というか四万十市に合併するまでは中村だったんですが、中村まで行かずに久保川というところに行きたいんですが、せっかく行くので四万十川に渡っている沈下橋も見ていきたいと思っています。それでは行ってきます。今から高知インターから高速に乗ります。ここがインターチェンジだそうです。私は自分でインターへ入ったことがないので。高速乗ったことないの？乗ったことはあるけど、横で乗っちゃうだけやき、自分でやったことがない。でも西向いてのインターは乗らんね。高松の方行くときは乗るけど、高松は向こうか。高速つながったき、うん、だいぶ向こうまでつながったき。そうやね、だいぶ違うね、向こう行くのに、うん、まあじゃあ安全運転で行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。高速から降りて久保川に着きました。1時間10分ぐらい車に乗りましたかね。ここに、何？岩井沈下橋。岩井沈下橋っていうところに今車を止めて降りてきました。川の幅はすごくあるんですが、お水の流れはほんの少ししか流れてないですので、ここは上流の方でしょうかね。子供が結構遊んでるようで、石を積んだりしてます。向こうに見えるのが車が通る大きな橋です。今は車が通れないように人が通るぐらいの隙間しかないです。欄干もないですので、人も歩くのは気をつけて歩いた方がいいと思います。それでも上から見ると3メートルちょっとあるよね。ほら、そうだね、うん、4メーターぐらいかな。この辺来たら5メーターぐらいある。あ、ここからは橋が新しく作り変えたみたいですね。セメントが新しいです。こっちからはほら、ここ一回崩れたがやね。お水はきれいです。川の底まで見えます、透き通って。まあ四万十がきれいですのでね、鮎がおるでしょうかね。魚は見えない。ハゼがおるか、アユがおるか、仕掛けをすればウナギが取れるかっていう感じですかね。まあまだ目に見えての魚はいません。冷たい気、泳ぎやせんがやろうか。こんなところだとおりそうなの。こちらも車が入れないようにしています。今、四万十川の渡っている沈下橋を歩いていますが、川幅はすごく広いです。ただお水は浅いですので、川はすごく水はきれいです。川底がきれいにくっきりと見えています。のどかないいところですね。河原も結構石がゴロゴロとあって、子どもの遊び場所にはいいです。子どもは石が好きですので、石を積んでみたりして遊べるんではないかと思います。まあ、縁を通るとちょっと危ないので、やっぱり真ん中通った方が気持ちよく歩けます。のどかないいところです。はい、渡りきりました。それでは今から四万十うなぎ、こちらの方でうなぎを食べたことはないですので、
うなぎを食べに行こうと思います。うなぎ屋さんに到着しました。こちらが四万十うなぎを食べさせていただけるうな吉さんです。了解を取りましたのでお店の方に入っていきたいと思います。うな重の波が来ましたのでこれから食べていきたいと思います。ちょっと開けます。じゃーん、あ、美味しそうです。すごい美味しそう。こちらが味噌汁です。うん、お味噌汁です。で、お漬物とお茶。じゃ、いただきます。いただきます。おう、うなぎも柔らかいです。これが四万十うなぎです。おいしい、柔らかい、うん、やっぱりおいしい。お店での 食レポは緊張するけどおいしい、うん。味付けもちょうどやけん、お箸が止まらん。おいしい。昔どっか行くって言ったら、旅行行ったらよ、うん、旅行先でマサイロは必ずうなぎ食べる。知らん、うん、必ずうなぎ。あ、そう。うなぎあるとこ行ったら必ずうなぎ。完食。完食です。美味しかった。ごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。お店の紹介をちょっとよかったらお願いしていいですか。はい、四万十町で四万十川のほとりで育った養殖のうなぎも新しい新鮮なうなぎなので。美味しかったです、すごく。はい、ありがとうございました。また寄らせていただきます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。アグリクボカーに来ましたので、ちょっと中を覗いてみたいと思います。それではお店の方に入ります。これを3つ買います。何？イカダヨウカ、四万十の昔からあるイカダヨウカ、美味しい。これ、うん、これが3つ入っちゃう、うん、栗焼酎、これ焼酎知らん。これダマダヒブリーで栗焼酎。あ、私はほらお酒飲まんき、うん、関心がない。栗焼酎、焼酎好きな人は結構美味しいっていうから。あ、そう。一時は品薄になるぐらいすごい。そんなに。塩けんぴ、もうさっき買うか。そう、これも買おうかと、うん、生姜けんぴ、塩けんぴ、うん、こちらにお米がありますが、有名な新田米、これはすごく美味しいらしいです。これは水車米、香るお米、とは錦、幻の香る米、四万十の清流が育てた。これが新田米。やっぱり新田米容器あるね、いろいろ品種が。ニコ丸、これも新田米。値段がそれぞれ違うということは、味が違うかな。これは一緒。これらはニコ丸やし、これは幻の香る米焼き、新田米というブランドでいろいろ種類が、米の種類があるわけじゃない。あ、品種かな。これが品種の味なの、うん、
これが品種、うん、でこれが品種ということ。そういうこと。煮込まるという。これは幻の香る米。これは香り米入り。ということやない？だから1300円ぐらいの違いならこっちがいいよね。それは人によって香る米が好きなところやな。なるほど。はい、椎茸。四万十育ちの椎茸とお茶。キシマン、クッキー、ケンピ、これは土佐の高知の名産、芋ケンピね、ユミ、生姜の芋ケンピ、周りに生姜がついてがやろね、これは塩ケンピ。これは普通のお砂糖のついたいろいろ芋けんぴにいろいろあります。中のクリームにブンタンが練り込まれたおせんべい、これ一つ買おうか、マサイロに、うん、ねえ、うまいでよ。タカシも食べるろうか。タカシすぐいらんって言うけど、まあ、2つ買おうか、はい、うん、アグリの野菜売り場の方に来ました。ブンタンも売っています。ブンタン、トマト、生姜、ブロッコリー、これハーブ？大根やけど、ほうれん草、サラダほうれん草、葉っぱが丸いね、きゅうり、もち米、これはみょうが、納豆、ゆずが、これいくらする？値段がないね。ほら、値段ないよね。これがエビ芋。若干違う、やっぱり。こんなに丸くないや。大きくなって。今日小芋は煮ちゅうね、竹の小芋と。これは普通の里芋や。紅あずま、こっちはお茶、お茶とかまな板とか袋物、まあ、土佐の里もこんな感じやった前はね、うん、今は変わってしまったけど、焼き物も塩がやろうかね、うん、うん、おもちゃもあるよ。ミラクル山ちゃん、何？活性酸素、何使う？トイレの匂い、あカブトムシ、ジグザグ駅、うん、2500円、以上。もうアイスクリームとか食べん？アイスクリームとか食べん？うなぎでお腹いっぱいです。はい、入る余地ありません。はい、はい、ではこれから鍛冶屋さんに行きます。今日は四万十町に来まして、
沈下橋を見て四万十町のうなぎを食べて、それから黒鳥の鍛冶屋さんに行って、私の使い古しているクワを曲がったりしているところを直してもらったり、絵を付け替えてもらったり、また新しいクワを作ってもらって今帰りです。再度道の駅あぐり久保川に今寄っていますが、これから安全運転で帰りたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。寒くなりました。急いで安全運転で帰ります。クワガタ来てよかったね。よかった。ちょっと歩く練習を、沈下橋の上からかかとをつけてつま先で蹴る、それを交互に繰り返す。はい、もう一回。